いや、私は長ネギマン。今日はアンパンマンに呼ばれてここへやってきたんだけど、アンパンマンどこかなー。あ、こんなとこにいたじゃないか、アンパンマン。あれで、これよく見たらアンパンマンのドアだぞ。そうだ、この中にアンパンマンがいるに違いない。ピンポーン。はーい、僕、アンパンマン。アンパンマン、開けて。アンパンマン、開けてよ。あれ、おかしいな、出ないな。あれ、あんなところに鍵がある。でも、家の前に鍵を置くなんて、アンパンマンもおっちょこちょいだな。じゃあ、アンパンマン開けちゃうよ。うわ、こんなに急にドアが開くなんて。アンパンマンいる？あれ、食パンマンとカレーパンマン、それにジャンモジさんとバタコさんしかいないよ。おかしいな。アンパンマンに呼ばれたんだけどな。うわ、僕がいるよ。やっぱり僕の顔ってかっこいいな。他を探そうっと。そうだ、もしかしたら窓から入ったらアンパンマンが隠れてるかもしれない。アンパンマン、そこを開けるんだ。ひどいよ、メロンパンナちゃん。よし、他を探さなくちゃ。こっちは一体何なんだろう。この大きいマヨネーズは何なんだろう。うわーうわー、僕はそんなマヨラーじゃないよ。うわー、マヨネーズの逆襲だ。シュ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 しかし、私はカレーに避けると。ああ、楽しかった。こっちの歯車は一体何なんだ。メロンパンナちゃんまた会ったね。カレーパンマンと赤ちゃんマンもいる。ちょっと回してみようっと。楽しいメロディーが鳴ったね。でもここにもアンパンマンいないみたい。じゃあ次はこっちだ。お、ジャムおじさん、また会ったね。ジャムおじさんがいるっていうことはここにもアンパンマンいるのかな。だってジャムおじさんこんなに笑顔だもんね。きっとここにアンパンマンがいるに違いない。お邪魔します。アンパンマンいなかったよ。次へ行こう。さようなら、ジャムおじさん。今度はこっちだ。あ、アンパンマン、やっと会えたね、アンパンマン。でも中に入れないよ。なんだこのボールは。それにこの磁石は何なんだろう。うわ、この赤い棒を持てばこのボールがくっついてくるよ。でもこれをやったところでアンパンマンは本当に出てきてくれるのかな。お、もう少しでゴールだ。この穴にボールを入れることができればアンパンマンに会えるかもしれない。ボールがワープしたよ。この穴からこの穴へボールが瞬間移動だよ。これは近くにアンパンマンがいるに違いない。急げ。バイキンマン、そこを通してくれ。僕は早くアンパンマンを探さなくちゃいけないんだ。ちょっと遊ぼうっと。なんて面白いおもちゃなんだ。でも早くアンパンマンを探さなきゃ。うわー、こんなとこにも面白いおもちゃがあるよ。面白い。でも先を急がなきゃ。てってれー、アンパンマン、ついにアンパンマンに出会うことができたよ。でもちょっとその前にこのおもちゃで遊ばして。これ鍵盤かな。踊り出したくなっちゃう。
アンパンマンの大きな欲張りボックス最高、バイバーイ。まったくアンパンマン一番上にいたなんて気づかなかったよ。